うーし、再開していくぜ。さて、メンツも決めようかっていうところだね。ここに入ればいいのかい？あー、めっちゃみんないる。めっちゃみんないる、これ。とりあえず全員に話しかけてみるか。ゴーストハンターが活躍する場面じゃないけど、僕だって戦士だからね、守備隊には向いていると思うよ。はー、なるほど。ホンタからは？はー、特技書。プラズマファーント、うまい。アイスストーン、うまい。サンダークラウド、うまい。ありがとうございます。こっちは？あ、これ倉庫か。じゃあ全員に話しかけてみよう。救急箱いっぱい持ってきました。回復薬は足りてますか？僕頑張りますよ。僕の力でみんなを守らせてください。卓球すぎて装備の製造が間に合わないよ。砂漠用のケースを揃えたかったけど、メニアにあんたは大丈夫かい？優しい。偵察、奇襲、追撃、何でもこなすスーパーハピコ様、命令1個につき5000ゴールドな後払いでいいよ。ハピコ、俺を頼ってくれるのかい？いいね。女の子の頼みとあっちゃ頑張らないわけにはいけないわな。任せな、俺の筋肉が全てを塞ぐぜ。でもとりあえずジュリアさん入ってるからマッスルは後かな。一体誰がこれだけの魔物を指揮しているのでしょうか？それとも魔物たちが自発的に攻めているというのでしょうか？そうだね。ポトラちゃん、あつつ、いやー、このもう砂漠でこたつ入ってるのどうかと思うよ、本当に。ポトラちゃん、ワンワン、メニアーナのことを心配してるらしい。モケモケ、足元にまとわりついてくる。どうやらタイに加えてほしいらしい。ふん。王国のみんなにはたくさん迷惑をかけちゃった。だけど私、王国大好きだから、ここで挽回したいです。ふん。次元ポータルの件では、雪乃と一緒に迷惑かけちゃったからね。ここらでスーパーサイキッカー、アイちゃんの力を見せておきましょうか。ふーん。わらわが逃げておった時の追っては、100や200ではなかったわ。魔物の軍団なんぞ、軍団何をするものぞ。格の違いを教えてやろうぞ。魔物を刺激して自分たちは後ろに隠れる、全く悪魔のような商業ですわ。お仕置きしてあげないといけません。あんた悪魔でしょ。どうした？俺は魔導兵器ってやらじゃないぜ。あんたが期待している大活躍はできないかもよ。どうした？珍しく弱気だな。パパが中央守備隊に立つと聞いて、いたいも立ってもいられません。ぜひ私も一緒に戦わせてくださいまし。どうして大名の私が指揮官ではないのか、10文字以内で詳しく。偽大名だからですよ。ムーンって企画についてくると、お主性格悪いな。友達少ないんじゃないかろう。そっちこそ多いんですか？はい、言ってくれる。せっかくだから今日ここで互いに一人ずつ増やさないか。友達になろうって言ってんのか。嫌ですよ、選ぶ権利くらいはあります。そんなこと言ってるから、エステル殿が別グループと昼食を食べているだけで輪に入れず、一人でご飯を食べることになるのだよ。なんでそんな詳しいの。いや、そんなことないし。で、どうだ、緊張がほぐれたところで私を守備隊に採用してみてよ。絶対嫌だ。ふーむ。キャーズッチー、かっこいい。何、どうした？タイの名前を考えたぜ。妖精の翼、どうだ、早そうな名前だろ。キャーズッチー、かわいい。二人の手綱は任せておいてくださいよ。暴走しないようにしっかりと繋ぎ止めておきます。さらっと言っていたが、中央は激戦区になるのでしょう。おそらく帝都防衛戦以上の。バレちゃってます？もしかして中央で守備をする自信がなくなりました？あなたは強い人のようだが、たまには弱さを見せていいとも思いますがね。なんだかやりづらいな。ついてきてくれるんですよね。厳しさを理由に退くほど若くはありません。ただあなたには少しご自愛いただした方がいい。すごい評判だな、メニャーニャ。これだけのこの劣勢でこれだけの傭兵が集まったのは、ひとえに君の名声のおかげだ。それはジュリア隊長の人脈の力ですよ。もしくははぐれ王国さんの力。君はひねくれ者だな。否定されたくはないが、褒められるのは大変苦手と見える。マーロンさんというあなたという人をからかうのが大好きなんですね。いい趣味とは言えません。メニャーニャ可愛い。確かにマジでぶった子をからかうのは大好きだな。とはいえ、気に入らない相手には絶対しないから、好意だと思ってくれていいぞ。もういいです。話してるだけでムズがよい。補給地を叩くとか王様にしては地味な役目ですね。まあたまにはいいか。私たちは敵の補給地を叩くためにここで待機してるよ。しばらくしてから出るから。ああ、勝利以外の報告はいらないんだからね、メニャーニャ。こっちは任せといて。うちらのトリオは少人数でも100人力よ。あら、メニャーニャさん、私の高貴なオーラが気になって、一緒に戦ってあげてもよくてよ。ノブレス・オブリージュですわ。ふーむ。あら、メニャーニャ、激しい戦いになりそうね。大丈夫よ。死んでも生き返られる。なんなら保険入っておく。やだわ、怖すぎるわ。またしても大規模な戦い、一番怖くなさそうな指揮官につきましょう。そうしましょう。あら、メニャーニャさん、何かご用、怖がってんのか。あふん、ジャイアントマーチ、ハンバーガーの材料には困らなそうだね。腰が出るように踏んどいてやるよ。イリス、
体が乾燥しちゃって大変、保湿オイルオイル、すいません、ちょっと背中に塗ってくれます。砂漠は辛そうだな、うずしおねちゃん。メニューリカバーを持ってるのはデイリッチ、ワシ、ヘルラージュ、うずしおねじゃ、うまく分散させるようにな。戦いやすさがまるで違うぞ。そうだな、歯を世界中を利用して魔物を増やすなんて許せない。歯を初めて見る絵な気がすんな。進め、世界一の平和を取り戻せ。めっちゃやる気満々だな。とりあえずポッコを入れておけばどんな防衛スタイルでも安全安心。背中を任せてポッコに任せんしゃい。じゃあこれで一通り全員に話しかけたか。とりあえず固有セリフがあった連れて行こう。ゆずはちゃん連れて行く。であとクエウリちゃんも連れて行く。あとは10人連れて行けって言ったっけ。8人だっけ、10人だっけ。 1,2,3,4,5、あと5人。結構連れていかなきゃいけないな。あとメニューリカバーが使える、誰だっつった。え、わし、うデイリッチ、わし、エル、ウジシオーネ。じゃあティーティーさんも連れていくか。マガゼロ、犬っ子一匹大地に倒れさせぬよ。ティーティー様頼りになる。じゃティーティー様連れていくんだったらハオちゃんも連れていくか。あと3人か。光の槍の巫女の名にかけてハオが邪悪を打ち殺すと。これで 1,2,3,4,5,6,7、 あと3人どうすっかな。さ、雪乃と八重ちゃんも連れてきたいけど、デート守備隊一番激戦が予想されるこのここで誰を連れていくべきか。メニューリカバー2人ぐらい入れた方がいい気はしないで、1人ではいいか。そうね、あとどうすっかな。コドラちゃんとか連れてってみる。砂漠は辛そうだな、コドラちゃんな。ちょっとやめとくか。んだば、んだば、ゼニアッタちゃんとか連れてくか。全体攻撃できるキャラクター連れてきたいな。全体攻撃ね。たまにはジーナさんとか連れてくか。メニャーニャ、あんたは大丈夫かいって言ってるから。じゃあないに行こうか。たまにはガツンと正義を教えてやらないとな。んだば、じゃあゴーストハンターが活躍する場面だから、場面じゃないけどって言ってるけど、僕だって戦士だから守備隊には向いてると思うよって言ってるから、もう連れて行こうか。この大陸のために今日は剣を取ろう。かっこいいこと言ってくれる。あとメニャーニャと関連しそうなキャラって誰だろうな。あと 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あと1人か。あと1人誰連れてく。あと1人、そうねそうね、ベル君連れていくか。救急隊員ベル出動します。かわいい。これで全員だな。じゃあちょっくら装備品揃えたいと思います。こんなもんでしょう。一応装備品とねスキルをいくつか覚えさせました。ということで一応行こうか。セーブして、さて、じゃあ下に行けばいいのかな。10人揃っています。出陣しますか。行こう。これよりメニアーナ隊出陣します。中央の戦場に参加する勇者たちは柵の前に展開している守備隊へと合流してください。各隊を3部隊に分け柵の隙間を塞ぐように陣取ります。細かい作戦は現地で急ぎますよ。ふむ、どうなる。正面守備隊。はあ、なるほど。なんか見たことないグラフィックの人たち結構おんな。全部隊配置につきましたね。今からこの戦場に敵を引きつけます。今は友軍である王国2部隊を信じて1秒でも長くここで粘りましょう。虎の子も大砲もこちらに輸送中です。粘れば必ず勝機があります。さあ、遠くに敵が見えてきました。準備はいいですか。いきますよ。この世界を私とあなたたちで救うのです。ニャーニャ、かっこいいこと言うとる。基本は同じ遊撃隊となって最前線で戦う。陣から7マスぐらい先まで援護を受けられる。陣に密着した敵と戦う場合は効果的な援護が受けられない。なるほどね。OK。結構早いな、おめえ。結構早いな、おめえ。シューってきた。ウェッカビート。そんなに強くねえだろう。これ全体攻撃できる。お、敵全体に中ダメージ。小ダメージ。強い。全体攻撃使えるキャラ、連れてきてるから。これ大丈夫。なんとでもなる。よっしゃ。今回は回復ポイントだ。うわ、結構くんな。右側やばそうだな、これ。
あれ援護受けられない。おい、ナイス援護、ナイス援護。お、援護だけで倒せるやん、これ。このメンバー強えな。無駄、このメンバー割と最強パーティー連れてきた感あるな、これ。他の隊大丈夫かな。手薄、だいぶ手薄だが、なんとかなるか。強い強い。右側がやべえ気がすんな。右側、シュッ。真ん中大丈夫か。あー、やってる。おい、やめろやめろやめろ。これは調子乗ってると全滅っていうか、味方がやられてしまう可能性あるかい。あるかい。これなんか変なやつ出てきた。ヒグマクレイモ強いんか、おめえ。レイ、おい、即死ついてた今の。そのまま押せるやろ。よしよしよし、回復して。またヒグマ即死ついてたんか今の。あ、 MP がもうねえ。ハオちゃん MP がもうねえぞ。あ、火力が単純に強えなこいつ。あ、これハオちゃんとティーティー様の合体攻撃か今の。レベルアップ、ちょっと MP 回復しよう。メンタルパパ、モンスターでいいか。うん。右側どうなってる。右側やべえか。今行く。うわ、どうしてる。ちょっと右側を今度重点的に見てあげないといかんな。どう、左とかいる。今んとこいないな。よしよし。回復ポイントないのかい。敵、うわ、いた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 。ここら辺で戦えばいいでしょうよ。よし。うん。攻撃力と魔法力増強。いいね。強い。よしよし。お前も倒す。よし。この位置なら踊り子ね。よし、初手で倒せりゃ全然大したことね。他に来てる。あー、いっぱい来てる。これはなかなか長期戦、どれぐらい戦えばいいんだっていう長期戦になりそうだが。お、連礼。敵輸送部隊発見。ゆっくり北上し、分岐路を東に向かうよう。東に？ズッチーさんたが通る道。しかし輸送隊か。おそらく水や食料、回復物資と運んでいると思いますが、こっちが離れられないのを見てのんびりと輸送とは撃破して奪い取れればいろいろと使えるでしょうが、まあ無理はしないでおきましょう。輸送隊どこ？これか。奪ったら奪ったら奪ったら、お前しややったろうじゃねえかおめ。輸送隊太古の森、やったろうじゃねえか。輸送隊そんなに強くねえ、そんなに強くねえこいつら。よっしゃ、やったぜ。お、めっちゃ回復アイテム手に入れてる。やったぜ。今上に向かった連中いたな。ちょっと待て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 。これ本当に、お、味方の部隊が戦闘でかなり消耗してきてる。まだ大丈夫だろうが一応報告しておくぞ。すまんすまん。どこどこ、こっち。やーべえこれ。忙しいんだって本当に。これ追いつかないから全然。もう大丈夫なんだろうな。お、ジン以外に我々を直接狙ってくる敵がいるようだが、交通後はぐれ王国のせいならば迎撃は難しいことではない。さあ、味方の援護を得られない場所での遭遇はできるだけ避けましょうね。はーい。敵どこ行く、もういねえか。うわ、いっぱい来てる。ちょっと一旦左は置いといて、右を助けてあげないとやべえな。右が全然サポートできてない。右、この真ん中のこの舞台を倒したら右を速攻助けに行こう。よし、なんとかなるかな。ぜーはー、くっそ、次から次へと。敵部隊急襲報告。南東からミニアイナ様の隊を目指して黒い塊が動き出しました。まだ来ますか。うちの代表がどうなってるんです。かなり近くまで来てまるようです。もうしばらくで到着するかと。そのもうしばらくってのが持たないっての。中央の援護が一番熱い。強敵はできるだけ中央で行けます。右翼左翼には今は耐えてもらうしかない。あん、ちょっと待って、 MP を回復した方がいいんじゃねえかこれ。パッポコイモジルで回復しとこう。どっから来てるって、これか。うー、ひょい、いっぱい来てる。ここら辺で受けよう。これはやべえなこれ。おい、いっぱい来すぎたろ黒い敵。大丈夫かこれ。押せるか、押し返せるか。もう MP 回復が心もとない感じはあるが、この
中で戦えばなんとかなるか。なんとかなりそうだな。よし、頑張れ頑張れ。 MP、HP も回復してくれてるし、ちょっと待って、一旦スキル、ハオちゃんさ、ニコの祈りはちょっと一旦封印。よーし、やってやろうじゃねえか、かかっておい。お、大砲です。ついに我が隊に大砲が到着しました。よーし、これでザコは問題なく防げますな。向こうもギリギリ突破できずに相当焦っているでしょう。そろそろ巨大魔物を出してくる頃かい。このタイミングで妖精王国とエルフ王国に伝令を飛ばします。作戦通り両サイドからの奇襲攻撃を。あとちょっとだ。あとはこちらの思惑さえ当たっていれば。大砲到着により守備隊全体の士気が大きく上昇した。大砲からの援護を受けられるんかい。どうなの、この距離だったね。大砲、いいね。楽勝、大砲があったらこれ楽勝ってことか。これ真ん中のやつらはなんとか退治したけど、張り付かれてもベストなダメージ出してくれるんだな。大砲は味方に被害出そうな気にしないでもないけど、もうレベルがさ、ゴリゴリ上がってるんだけど、もうここに来てからレベルが5、6ぐらい上がった気がするんだけど。押した押した、うえ、来い。まだなの、まだなの、もうそろそろいいんじゃないの。大砲だけでこう全滅させられたりせえへんかい。これどっかの魔導兵器の時のように、もう MP がないんです。皆さん MP がないんですけど、こいつらの雑魚なら大砲で一気にやれるでしょう。よし、ん、一旦で倒しきれない。よし、そろそろ MP がねえぜ。パッポコ汁も そろそろねえぜ。パッポコ汁も敵どこだ。おい、まだいる。いよい、一体どこまで戦えばいいんだ。もう相当戦ってますよ俺。ナイス、 MP ない、 MP ない。回復ポイント欲しい。ナイス、ゆずはちゃんかっこええな。まだいるんか、敵いる。お、敵軍後方に巨大魔物の影。いよいよか。何体出てきました。3体、左中央右それぞれ巨大な植物のような魔物が迫っている。敵も意地になってきましたね。うまく釣ることができたのは幸いだが、量が多すぎる。大砲が来たとはいえこちらの疲労も激しい。果たしてこのまま迎撃して勝てるのか。ここまで巨大魔物を控えるってことをもう同時に出してくるってことも全部敵の自信のなさの表れですよ。とにかく触ってみましょう。どれぐらい弱っているのか、それとも全く弱っていないのか、敵の勝敗をここで、戦の勝敗をここで決めましょう。3匹とも私たちが迎撃するのは無理。どこでもいいから、まずは一匹陣にたどり着く前に大砲の射程内で迎撃するのね。大砲の射程内ってどこ。ちょっと一旦皆さん MP がもう限界来てるんだわ。限界来てるんだわ。これ芋も使って回復するか。もう芋もなくなった、芋もなくなったぞ。どこだ巨大魔物、どこだ。こいつらじゃねえな。大砲の射、ここはもうもはや大砲の射程じゃないんだな。もっと近づかないとダメか。なるほど、雑魚なら問題ね。意外と倒せないんだこれ、命中しないと。ここら辺なら大砲の射程かい。7マスかな、結局7マスっぽいな。うん、メンタルパパをどんどん落としてほしい。こいつらは大砲さえ当たればもう楽勝で倒せるから。よし、レベル110、巨大魔物、こいつらのことか。これ大砲の射程だったか。大砲の射程、おお、ギリギリ大砲の射程。うん、こいつらじゃないっぽいな。巨大植物、どこにいんだい巨大植物さんよ。このいつらの後ろにいる感じかな。こいつらの後ろにいる感じかい。これもう本当にきつい、戦闘がきつい。ちょっと待って、 MP 回復しよう、 MP 回復しよう。妖精さんスーパー、どうしようかな。パパ使う？パパ使うしかねえか？使わざるを得まい。左右の敵はちょっと我慢してもらって、
して強敵だけでも強敵のあのなんていうの巨大植物言うてたやつを拝みたいんだが、どうなのそこ、どうなのそこ、よしよしよし、順調にレベル上がってる。あーいっぱいんな。一応でも手助けしてやるか。こいつらが突破されたら負け。ここまでやってゲームオーバーになるのだけは避けたい。一体だけ残して右行くか。一体ぐらいなら持ちこたえてくれるでしょうよ。こいつらか。いいよし、やってやろうじゃねえか。この位置どう。プラントヒドラ強いのかい。そんなに強くねえんだろ。大砲、大砲しか射程内じゃなかったか。これはまずいか。強いか。そこまで、いや結構痛えな、結構痛えな。真面目にやった方がいいか。真面目にやった方がいいかこれ。とはいえ物理防御、いやでも魔法系やってきたしな。ボルト落とし、アイスクルサーム。世界樹の祈り使いたい。とりあえずクロスカッターで、このターンぐらいは、このターンぐらいはこれ暗闇状態の時には威力が3倍。暗闇ねえ。とりあえず TP 回収して、和気あいあいの術。自分への物理攻撃を 100% カウンター。カウンターやっとくか。ハオちゃんとかヒットポイント減ってるしな。あ、回復してくれた。防御落とし。いやー枯れてる。こいつら枯れてますよね。マナが足りないのでしょうな。タンポポ山の地下で出会って動詞の化け物は吐き出したのは青々とした目だった。ということはこいつは、やってやりましたよ皆さん。どうもこいつは普段の力を発揮できていない。ズッチさん大当たりだ。これならジンの守備隊も十分に耐えられるはずだ。さあまずはこいつを確実に仕留めましょう。枯れた目には炎は効果抜群でしょう。成長する前に全て燃やしてしまうのです。です。炎ね。炎といえ、炎と言いつつ、ちょっとこれで回復して、全体炎ないんですね。とりあえず、本体から狙っていけばいいんじゃないでしょうか。あ、意外と倒せない感じ。意外と倒せない感じ？それ。レーザー。パニックフレイン。ナイス回復。よし、いいね。落とせるか、このまま。守備隊でも耐えられる言うてたけど。うわい、復帰してきた。守備、お、もうそろそろ倒せそうだぞ。そろそろ倒せそうだぞ。本体押せ、本体。本体押せ押せ。もうちょい落とせるだろ。やべ、ハオちゃん死ね。アイスストーム。レーザー投法。押せ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 。ナイス回復。まだ倒せないか。あー、ハオちゃん持ってかれた。光合成中。アルフレッド軍頑張ってくれ。暴れ回る。暴れ回る。パニックフレイン。これで倒せるだろう。よっしゃー、倒したー。ふぅ。一体だけでいいのか、倒すやつは。どうなんだ？二匹楽勝だ。体力までめちゃくちゃ減ってますよ。想像以上の効果ですな。これは前に出た甲斐があったというもの。ではすぐに他二部隊にも援護。OK、おそらく次の突撃が控えてるでしょうが、その前にきれいにしておきましょうか。敵巨大魔物6体、正面守備隊に向かってきております。これはまた思い切った投入を。おそらくこれが最後ですね。両翼の2部隊がそろそろ敵陣に突き刺さるはず。厳しいですが耐えられない数じゃない。6体が到着する前にまずは残り2体を片付けましょう。エルフ王国苦戦中、巨大魔物4体を前に足が止まっております。なんですって。
タンポポ山の守備に巨大魔物は何体か残してきているはずだが、しかし数が合わないというわけではないが、妖精王国の舞台はガンムシですか。まあいい、それならズッチーさんたちが敵の背後をついてそれで勝ちだ。妖精王国部隊目的地に現れません。え、目的地付近には影も形もありません。戦場のどこにも彼女たちの姿を確認できてません。なんですって、どういうこっちゃい。メニャーニャー隊編成後の王国テント、今度ズッチーの番か。あ、今ので終わりだったのか、よかった。よし、メニャーニャー隊の編成は済んだみたいだな。まだ少し余裕もあるけど、こっちの編成も早めに済ませておいた方がいいね。ズッチー悩みそうですからな。何言ってんだ、私はもう決めてるんだよ。さっさと編成してしまうからな。10人編成して陣の外に向かいましょう。テント左下の宝箱には買い替えアイテムがあります。欲しいの前に、ちょっと今回もう録画時間が1時間に迫ってる。まあ、カットしてどれぐらいになるかやけど、一旦この辺にしときましょうか。次回ズッチー隊というところで、また次のパートでお会いしましょう。またね。